生死のまま前のと見てて髪の毛が変なほうぼのです。ということでですね、本日もみんな大好きダイソーで買ったものを紹介していきます。今日のような買ったものはですね、最近のようなダイソーに行くとお部屋改造したくてお部屋改造に使うものを買ってるんですけれども、本日もお部屋改造に使いたいものを買いました。そして袋の大きさ、そういうことです。パピコが参戦したのでお菓子がたくさん入っております。それでは早速紹介したいと思います。今回どんなようなものを買ったんですか？日用品を買いました。じゃあ紹介していきます。ちょっとお菓子最後がいいよね、これ。お菓子一回出したらないとね。いや、私のはいける、これ。じゃあ今回声を頼む、届いたよ、シーン。届いた、届いたよ、シーン。届いた。ちょっと前にもシーンでドライフラワーじゃないんだけど、なんか変な草みたいなの買ったんですよ。変じゃないです、全然可愛い草を買ったんですけれども、今回こちらダイソーでドライフラワーもどきがたくさん売ってて、このお部屋にもかなり増加がたくさんあるんですけど、このボロの後ろ、これとかもダイソーでゲットしたやつなんですよ、で私 そのロフトベッドの横のところになんかかけられるようなとこがあるんですね。そこにかけたいなって思って。え、めっちゃ落ちてる。何？ドライフラワーだからだよ。ドライ、見てください、もう早速壊れてるんですけれども、一旦ちょっと種類を紹介します。ラベンダーもどき、200円よ。なんかね、ちょっとごっついドライフラワーみたいのは増加なんだけどさ、それも200円ぐらいしたんだけど、私が選んだのは全部100円です。ハーブっぽい何かと、ちょっとこういう秋っぽい何かと、これとか、あとこれがね、一つしかなかったんだけど、バラ、めっちゃよくない？好き。セクシーローズ、チーキュー、回ってます。で、基本的にですね、2本ずつ買ってったんですけれども、全部で1、2、3、4、5、6、8、9、10本10本買いました。で、このドライフラワーを飾るために S 字フックを買いまくったんですけど、お菓子で埋もれてるっていう S 字フックをですね、いっぱい買ったんですけれども、ちょっと一旦2個この S 字フック買いました。じゃあ私多分これぐらいなんだよね。あともう一個あるけど、それはほのちゃんの多分紹介した時に出てくるんで、待って待って、パパのお菓子から紹介します。マジ？うれしい。こちら水あられ、こちら王座お札揚げ一番。え、おいしそう。これもらいます。これは私の好物です。最高じゃん。私最近ね、ポテトチップス禁止してたの。あ、知らん。チップスター2個。なんで禁止してたかっていうと、太るとかそういうの考えるプラス肌が汚くなるっていうのがあって、あと口内炎ができる。もうこれは私本当嫌い。私人生で一番嫌いなもの口内炎なんで。あ、これ好き。好き。ココア。あ、ココアだって。ココア、わかんない。今日一つお話ししていい？あのさ、豆乳のパックよく飲んでんだけど、今日自動販売機で豆乳のパックがあって、キャラメル味だったんだけど、押して出てきたらめっちゃあったかいのよ。え？って思って見たら、パックなのに温かいって書いてあったのよ。飲んだんだけど、めっちゃ美味しい。パックのあったかいのの自動販売機最高。はい、こちらしっとりチョコ。はい。みんな大好き。お札？はい、しっとりチョコ。はい、来ました、ピーナッツ。ずっと好きだよね。1、2、3、4、5。はい、あげちゃう、あげちゃう、あげちゃう。はい、それでは私のものを紹介したいと思います。ジョキュメッティ好きだね。そしてエリエール2個。これうちらがリビングで使ってるやつじゃん。どうだね、S 字です。あ、ほんとだ、私の S 字です。で、つけつまげ。なんて？つけつまげ、つけまつげ。へい、つけまつげということで、つけらをね、買ってみました。なんか、シーンで1本ずつめっちゃ切れてるつけまが売ってるんだけど、試してみて、あ、もう1個アルコール除菌ありました。除菌ベッティ。次、こちらアイシャドウブラシ。ブラシ。そしてポケット
とペーパーハンカチ欲しい。それちょっと2つほどいただけたりしませんか。あとでです、あとでです、ありがとうございます。なんでそれ買ったの。学校で持ってこるの、女子力上げる。こちら眉ブラシ。なんで眉ブラシ買ったの。眉毛切るときに必要だから。眉毛それ用なんだ。へえ。それで眉毛上げて切るの。へえ。まあこれちょっと余談なんですけど、多分他の動画でも言ったことあると思うんですけど、私ですね、人生で眉毛切ったことなかったんです。剃ったことはあるんですけど、切ったことはなかったんですね。で、ほのぼのに、あんたさ、眉毛長いよねって言われて、確かに眉毛を切るっていう作業したことないなと思って、ちょっと先輩教えてくださいって言って、ほのちゃんに教えてもらおうと思って、ちょっとどうやってやるのって、ちょっとやってもらっていいって言ってやってもらったら、がっつりいかれたっていうお話でございました。続いてこちら、サンリオのゴムとピン。これはネイルのパーツにするために買いました。なんでゴムもピンもどっちでも大丈夫。うん。でこちらカミソリ。このカミソリ本当にいいよ。でも切りやすいから本当に危ない。なんでこれがいいの。ガードがついてないから角質も一緒に取れる。どういうこと。いつもどんちゃんの手を使ってるとガードがついてるから顔が切れないようになってるんだけど、その分毛がちょっと残っちゃったりするのね。これの場合はガードがついてないから毛穴とか角質が一緒に取れてくれるみたいなのでいいらしい。最近はね、貝殻カミソリっていうのが流行ってるらしい。何で貝殻カミソリ。で、こちらこれ私も持ってるよ。パッキュのやつ使ってみようと思って。これいいよ。パック持ってるのてかお前はどうしてるって言るみたいなのでいいらしい。はい、出ました。500円。なんですか。コロコロですね。足の太さが最近気になるので500円。超絶高いじゃん。しかもこれ割と重い。背中にゴロゴロやるといいんでしょ。これ足じゃない。背中もいいらしいよ。なんかアリカ君も持ってた。これガチのやつ。ごめんなさい。続いてですね、ランダムなものの前に二重出ました。二重テープ。何個持ってんですか。これがいいね、やっぱり。いや初めて買うの。初めて。マジ。ダイソーのさ二重シールさ、もうほとんどやってんじゃない。そしてこちら、うわー、ボタカツですね。ミニメタルポケモンと僕のヒーローのアカデミア。僕のヒーローアカデミア。まずはじゃあポケモンから。まずは1個目いきます。誰が欲しいの。これ、うん、ゲンガーが欲しい。こちら。わかんない。誰これ。誰ですか。ポケモン詳しい方教えてください。これ誰。2個目いきます。2個買ってたんかい。3つ買ってるよ。嘘でしょ。ピカチュウ出たら欲しいな。いけ、頑張れ、食べろ。あー、カシカシ。こちら、おい、人まさかのポケモンじゃない。ポケモンじゃないという。誰これ。さあ出るのか。ほのぼのが欲しいのは。いけ、カッ。いや、ダブリン。え、まさかの。はい、まさかのダブリンチョですね。はい。で、私このヒロアカは、そうだね、あった分を全部買いました。4つしかなかった。あー、4だけに4。ちなみにヒロアカは落語かつきくんとしがらきともだくんが大好きです。3枚入ってるって。だから資産12いきます。これ食べていいかな。やったー。何それ。ステッカー。ステッカーでかくね。でかいね。緑谷伊豆くくん、これヴィラン。本当すごいね。霧島エイリアさんです。でね、私さ、矯正してる時にピーナッツ食べてて、矯正器具にめっちゃ引っかかるのよ。だからピーナッツめっちゃ嫌いになったんだけど、私今矯正してないかな。ピーナッツバリウマ。次こちら、じゃん。こっち見せながら反応して。そこで反応しちゃったら分かんないじゃん。ここで分かる。マイギョー。玉木先輩。先輩。そしてこちら、おじろ。おじろくん。ダブった。うん、まだダブってない。おこっち側なんだよな、開けるとき。いきます。し、じやん、ばん、見えない。おお、おお、にじる先輩。透明だよ。ダビだ、ダビ
え、これさ、ステッカーにする必要あった？そういうこと言っちゃダメだよ。あ、ごめんなさい。透明が出たみたいです。すごい、この子の得意技です。トルちゃんで、ラスト。マジ？バチョ、食べた？おじるくんと、飯田てんやと、じゃあ、なんすかこれ？うん、違う、緑谷いずく。バツゴーかつきは、バツゴー、バクゴーね。よい子のみんな、真似しないでね。じゃあ今からみんなが私のお部屋でこれを取り付けてるところ見たいでしょ。見しちゃう。まずはタグを取ります。タグをチョキン。あまり好評じゃないドリンク紹介っていうノイノ番組の曲があるんだけど、それまたちょっとやりたいから、みんな楽しみにしてたね。声も遠目から見たら全然ドライフラワー。はい、ということでですね、ここにドライフラワーかけたかったんですよ。かけてきます。これさ、ほら、ここのライトとさ、めっちゃマッチしてていい感じになる気がする。マッチ、うん、ただただ置いてるだけでよくない？テレテレテレテ、 I'm for the Valentine Christmas。 え、よくない？え、めっちゃ可愛くない？何このおしゃれな空間。これガチのさ、ドライフラワーでやりたかった。え、すごいおしゃれ。めっちゃ良くない？いいよね。でもこれ作業してたらさ、すっごい当たるんだけど。え、でもめっちゃ可愛い、これ超良くない？めっちゃ可愛い。なんか TikTok 作ってみたい、ここで。大ひなりめくりめくる。ここはさ、ドライフラワーあるからドライフラワー歌えよって話だよね。ここら辺にさ、自分がいたら、ほら、後ろ超綺麗。みたいな。ということで、本日はのよのお部屋改造途中からしちゃったようなコーナーでございました。で、うちにさ、かわいいさ、筒ってあるかな、植木鉢みたいなさ、シーンで買ったもの持ってくるわ。てってててててて、ちょっと前に紹介したこのケバケバを飾りたいんだけど、ちょっとこの子たちを卒業させなきゃいけないんだよね。君はかわいいんだよ。知ってる、新しくうちのベッドにですね、パンダが来まして、こちらうちの子です。私は台東で撮られたやつです。で、これね、写真で見た時は5本ぐらい刺さってたのよ。だからこれが5本ぐらい届くのかなと思って買ったら、まさかの1本しか届かなくって、追加で5本買いました。1個これいくらだっけ、200いくらだったね。これを飾るための、次あれ買わなきゃいけない、あの鉢じゃなくてさ、なんて言うんだっけ、これすごい長いのよ。ここにこうこうがいいな。このキックボードマジ邪魔なんだけど、部屋紹介するときにいつもキックボードどっか行きたい、キックボードどっか行きたいって言ってるんですけど、なかなかキックボードできるとこなくってキックボードやりに行きたいんですよ。見て、すごい。ここにかけるのもありなんだけど、上が全部ネットになってるから、ここにバーってかけていくのも超可愛いと思うの。でもここで多分これ痛いよね。ロフトベッドってさ、だいたいここにワンクッション入って布団が引かれるんだけどさ、ワンクッションないから痛いね。ちょっと若干ネット感じるみたいな。フランフランとかに売ってそう、この、びっくりした。はい、ここに6本ありまして、これをここに置きたい。ちょっとなんか違くない？ちょっと見えてないし。どうしよう。これこっち側がいいね、ここら辺がいいね、ここら辺にこうやって置きたいわ。ということで、えのえのお部屋改造動画見れて嬉しいと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あれ、ダイソーの購入品紹介じゃなかったのって思ったヒートもグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回のえのえの番組でお会いしましょう。今日はバイバイちゃん。低くなり響く音、透明